はい、それでは吉川さんよろしくお願いいたします。皇居正殿松の間は新年祝賀の儀をはじめ皇室の主だった儀式が行われる場所です。即位の礼もこの場所で行われました。皇室のしきたりにより結婚の儀にお出にならなかった両陛下、結婚したばかりの二人にこれから初めてお会いになります。陛下がお付けになっている勲章は大勲位菊花章頸飾、そして皇后陛下は勲一等宝冠章をお付けになっています。両陛下が席にお着きになりました。まもなく側帯そして十二人絵姿から洋装に着替えられた皇太子殿下と雅子妃殿下がこの正殿松の間に姿を現されます。燕尾服姿の皇太子殿下の胸には大勲位菊花大綬章、そして雅子妃殿下の胸には受けられたばかりの勲一等宝冠章が光っています。輝くティアラとアクセサリー、本日は結婚の儀を挙げていただき誠にありがとうございました。これからは二人して皇族としての責務を果たすよう努力してまいる所存でございます。ここに慎んでお礼を申し上げます。めでたく結婚の儀を済ませ喜ばしく思います。今後はむつまじく互いに心を合わせて家庭を築き国や社会のためにまた人々のために皇太子妃としての務めを立派に果たしていくよう希望します。本日は結婚の儀が滞りなく行われましたことを誠にありがたく存じます。ここに慎んでお礼を申し上げます。この度はおめでとう。お二人の久しいお幸せと当運の御栄を祈ります。